とりあえず行ってみろ。ある見る前から文句を言うのはよろしくないね。だから俺は見るとかどうとかじゃなくて並びたくねえんだって。だいたいいい年こいてサーカスもねえだろ。いいじゃないか、連れてってやんなよ。あんたこの子たちに働かせるだけ働かしてろくな給料も払っちゃいないんだろ。たまにはねぎらってやんな。ああ私は柄じゃないんでね、その辺で酒でも飲んでるさ。私ももう少しバーゲン出し店を見て回ってるわ。まだお土産も買ってませんから。てめえら俺だけに押し付けようってか。ねえ銀さん、銀ちゃん、わかったよ。たくしょうがねえな。手に入れたブツが偽物だと？はい、どうやら一杯食わされたようでして、一度失敗した後なんで奴らの警戒も厳重なんですよ。ふざけやがって。それにしてもいつの間にすり替えやがったんだ。常にブツには張らせてたが、そんな気配は全然なかったってのに。まさかブツはすでに他の場所に運ばれた後ってんじゃん。いや、それにしちゃ奴らの警戒が厳重すぎる。おそらくはブツはまだこの会場内に。頭、ちょいといいですかい。どうした。いいえ、ちょっと表に妙な連中が入り込んでやして。それで銀さん、なんで僕たちこんなとこにいるんですか。なんでって、見たかったんじゃねえのサーカス。俺見ろ、あんなにバカ正直に並ばなくてもこっち来りゃガラガラなんだからさ。ガラガラなんだからさじゃないでしょう。ここ思いっきり裏口じゃないですか。こういうところは関係者以外立ち入り禁止でしょ。入っちゃダメでしょ。怒られちゃうでしょ。なんだよ、いちいち文句ばかり並べやがって。てめえは嫁をいびりたい盛りの衆とか、サーカス見たいってだだこねたのはお前らだろ。せっかく連れてきてやったってのに。見たいってのは真っ当に見たいってことですよ。だいたいこんなとこ見つかったら。私は見ることができたらどこでもいいね。そういうことはお金払って真っ当に見るときに言ってよ。心配することはねえだろ。こんなとこから覗いてるやつがいるなんざ誰も思わねえって。ほーれかぐら、はずみかせ。でも天承知勝ってんじゃないよ。カグラちゃん悪なりしない。だいたいそんなとこに穴開けてどうすんですか。何言ってんの。穴がなけりゃ中の様子なんて見らんねえだろ。それとも何、お前何の変哲もないこんなテント見に来たの。お前は一生テントと見つめ合ってればいいやる。勝手に穴開けんなっつってんだよ。犯罪だろそれ。大丈夫だよ、見終わったら後でセロハンテープで直しとくから。図工とか得意だったんだから安心しろって。安心できるかバカ。ホラ君からもなんか言ってやってよ。うるせえ、後にしろ後に。今手が離せねえんだからさ。これもみんなお前らのためにやってんだからさ、少しぐらい感謝しろよ。今日の銀ちゃんは優しさに溢れてるある。ちょっとときめいたよ。え？
てめえら、こんなとこで何してやがる。怪しい奴らだ。ちょいと顔貸してもらおうか。ドワー。それで、こんなところまで入ってきたのですか。うん、サーカスってのはめさ楽しいとこだって聞いたよ。そこまで言うくらいならどんなもんかちょっと見てみたくなったある。そうですか。しかし当サーカスをご覧になりたければ表に並んでいただかないと。一応この場所は関係者以外立ち入り禁止となっておりますので。すんません、えらいすんません。二度と勝手に入ったりしませんので許してください。ほら、あんたらも頭下げて。でもこんな暑い中並んでらんないよ。そうそう、こんなクソ暑い日に並んでまで見るような見せ物かっつうの。実際のとこどうなのよ。なんてこと言うんだてめえら。謝れ、全身全霊かけて謝れ。地面に額をこすりつけろバカ野郎。何者なんでしょうこいつら。ひょっとして幕府の回し者なんじゃ。まさか我々のことに感づいて。どうしやす、ここで始末いたしやすか。いやいや、始末するのは簡単だが、ここで騒ぎを起こすのはまずいだろう。幕府の連中だって目光らせてるわけだし。見たところただの見物客だ。追っておけ。とりあえずここは関係者以外立ち入りを禁止しておりますので、表にお並びください。は、はい、すいません。早速並ばせていただきます。今から並ぶの面倒よ。せめてクーラーくらいつけてくんねえと並ぶ気にもなんねえよ。おめえらどんだけ失礼ぶっこいてんだ。言葉を慎め。でもサーカスってのは見てみたかったある。猛獣と芸人の夢の共演なんて古いネタ、今時テレビでもやってないし。諦めろって。大体こんな日差しの中並んでたらサーカスの前に干からびちまうだろ。それに猛獣なら家にも一匹いるんだからさ、そいつで我慢しとけって。そうね、残念だけどそれで手を打つある。それに芸ならそらっちが見せてくれるし。謙遜することないね。描いた絵を動かすなんて誰にもできる芸じゃないある。きっとサーカスなんかよりおめえの方がすげえよ。描いた絵を動かす。そうある、そらっちにかかれば波の芸人なんて目じゃないね。何しろ描いた絵が飛び出してくるあるからな。絵が飛び出してくる。ああ、気にしないでください。子供のバカな妄想っすから。おーれ見ろ、バカみたいなこと言ってっからおっさんドン引きしちまったじゃねえか。だいたいあれは夢だって言ってんだろ。普通そんなことありえねえんだからさ、もっと大人の考え持とうよ。でも銀ちゃんも新八もちゃんと見てたね。なんならそらっちもう一度見せてやると言いやる。いや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 、
だから集団催眠だったんだってば。俺たちみんな騙されてたわけ。つうか、もう夢落ちとかでいいじゃん。別に恥ずかしいわけじゃないよ。散々盛り上げといて結局夢でしたとかいう漫画とかあったじゃん。超能力とか絵を操る絵筆とか猫型ロボットの秘密道具じゃねえんだよ。絵を操る絵筆ですって。あんまり気にしないでいいっすよ。夢と現実がごちゃ混ぜになってちょっと錯乱してるだけっすから。ってあれ、これは一体。どうやらあなた方にはお聞きしたいことができたようです。おとなしくお付き合いください。ひょっとしてなんか怒ってます？すみません、偉い、すみません、スマキだけは勘弁してください。見ろ、てめえらが失礼なことばかり言うから怒らしちまったじゃねえか。何言ってんだ。中に入れてくれるってことはサーカス見せてくれんだろ。すんませんね、なんか催促しちゃったみたいで。おっさん、なかなか太い腹ある。どう見ても違うだろ、怒ってんだろ、いい加減にしろよ。おいおい、人の行為は素直に受けとくもんだぜ。心八失礼ある。そうですね、サーカスでも何でも好きなだけ見せて差し上げますよ。おい、中にお連れしろ。わかりやした。ちょっと待って、待ってください。こいつらは後でちゃんと締めときますから。何してやがる、何か揉め事か？こういう揉め事っていうのは祭りにはつきもんだが、こうも仕事を増やされちゃたまったもんじゃねえんだよな。新選組の旦那、なぜこんなところに？定期巡回、協力してくれ。んで、揉め事の原因は、またてめえらか。そいつはこっちのセリフだよ。せっかく気分よくサーカス見せてもらおうって時にさ、たって毎回ゾロ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 。ひょっとして俺に気がある？ラブに飛んだ。口の偉い野郎だ。それでこいつら一体何しやがったんだ？ただこんな場所に入ってこられたので控えていただこうかと。よし、だったらこいつらはこの場で逮捕だ。全員連行しろ。なあ、いきなり逮捕って。そんな、僕らはただ迷い込んだだけで。計画的にだけどな。うっせえ、黙ってろ。おいおい、逮捕逮捕って、てめえは平次の7代目か、とっさんか。逮捕すんなら罪状述べろよ、この野郎。うるせえな、だったら猥褻物陳列罪ってことにでもしとけ。罪状なんざ適当に洗えばたんまり出てくんだろ。そんなアバウトな理由で逮捕って何もんだ、てめえらはバッタモンか。それに、わいせつ物って何ですか？俺がいつそんなもん陳列しましたか？てめえのもじゃもじゃ頭はわいせつの塊なんだ。ちった自制しろ。てめえのぺったり黒光りヘアを差し置いて言ってくれるじゃねえか。てめえの方がよっぽど卑猥だろうに。
てめえにヘアスタイルのダメ出しされる覚えはねえよ。だいたいそんなもんで逮捕なんかされたらローンなんか店舗だらけになんだろうが。あの旦那、これ式のことでそこまでしていただかなくても。手前どもとしては特別何かされたわけではございませんし、そのような大ごとになさらなくて結構ですので、こちらの方で注意だけいたしますし。いや、これも俺たちの仕事なんだ。それにこいつらを甘やかしても突き上がるだけだろうし。とにかくこいつらはうちで預かる。よし、連れてけ。え？てめえこの野郎！ちょっと待って、話を聞いてくださいってば。話せこん野郎、狙って手を打たれてやかんな。あ、おい、よろずや。てめえが何のためにあんなとこにいたのかは知らねえが、これ以上ここに近づくんじゃねえ。ああ？てめえらに行き先の指図される覚えはねえよ。てめえのために忠告してやってんだよ。これ以上深入りするな。何のことだかさっぱりわかんねえが、そいつは自分で決めるぞ。け。幕府の犬め、余計な真似を。しかしあの連中、妙なことを言っていたが。絵を操る力。まさか、あのガキの持っていた絵筆が例の仏ってんじゃ。ってことは、あの連中も幕府の犬。くそ、こんなに早く嗅ぎつけられるとは。安心しろ、奴と幕府は関係ねえよ。まあ、全く関係ないとも言えねえがな。の、てめえは。貴様らと手を結んだとはいえ、こんな水郷に手を貸すつもりなんざなかったが。まさかてめえが絡んでるとはな。面白いもんだ。てめえがなんでこんなとこに嫌がるんだ、高杉。なあに、祭りが盛り上がりそうだったんでな。ちょいと見物に寄ったまでだ。おかげで面白いもんが見れた。あの連中とてめえがどういう関係かは知らねえが、だったらちょうどいい。あの連中を始末して物を奪えば。やめとけ。てめえじゃ役者不足だよ。なんだと？一つ忠告しといてやる。奴らには手を出さねえ方が身のためだ。てめえのような小物じゃ手には負えねえよ。あんまり調子こいてんじゃねえぞ。俺たちが本気になりゃ、てめえなんざ簡単に潰せるんだからな。